This Smile Seminar is designed to help people improve their customer service ability in English. Throughout the seminar, they will be practicing a variety of phrases useful for communication. We hope that people from many, many different kinds of restaurants will be able to attend and, yeah, improve their ability to deal with real life situations. ファックスの案内が届いてまして、それで申し込みさせてもらいました。まあでもね、本当に来られた方にね、今のところみんな英語ほとんどできないのでですね、もうちょっとゆっくりね、くつろいでもらえたりとかね、そういう風な案内がとかできたりとかですね。外国人の方を接客するにあたって、使えるような英語を学べるということで、お客様がおっしゃってることはなんとなく理解できても言いたいことがすぐ出てこないっていうことがありますので、お客様をお店にお迎えをしてから、そしてお見送りをするまでの流れに沿っての、さまざまな場面を想定して、実際に英語で頑張って話していただいたり、あと、まあ、日本語でこう情報交換などもしながら。ちょっと難しい授業になりすぎるのかなっていうのが不安だったんですけども、まあ、皆さんとのディスカッションも含めてこう実際にこう動いたり話しかけたりとか話を聞いたりとか教科書にないような、形で授業が進んでったので、受け手側がどう受け止めるかっていうのも含めて襲われたっていうのがすごい大きかったな。スモールトーク、その辺がね、でちょっとずつ話を膨らましていくのがなかなかできなくて、まあ、いつもこういう話題をなんか話をしようかなとか、ちょっとずつね考えていけるようないいきっかけになったと思います。So this course is extremely valuable for anybody who works in the customer service industry.So it's a great way to prepare for real-life situations when dealing with foreign customers. But please remember, the most important thing is to smile.